黒田雄介のレディオクローム、レディクロ、レディクロ。はい、皆さんどうもこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。恵庭在住シンガーソングライターの黒田雄介と申します。黒田雄介のレディオクローム、略してレディクロ、始まりました。きらびやかな色を放つ金属、クロームのような美しい音楽、そしてあなたの心のメッキを少しだけ剥がせるようなトークをお送りする番組、レディクロでございます。よし、もうやめた。黒田です。どうも、この喋り方もうやめた、疲れた。こんにちは、お元気でございますか。ですね、今日は5月13日、月曜日でございます。生放送でお送りしております。深夜24時半もしくは5時、あ、5時じゃ、まだ5時じゃ、5月18日土曜日12時、お昼の12時にお聞きの方は再放送となっておりますけども、はい。最初なんかやってみようと思ってやってみたら、今気持ちがふわふわゾワゾワしてます。自分でダメージを食らってしまいましたけれどもね。変なことやるもんじゃないですね、急にね。ですね、ちょっとあいにくのお天気な感じなんですかね。まあそんなざんざん降りではないけども、まあまあまあちょっとしっとりしてますね。今日はエニアはしっとりしております。他の地域の方々はいかがでございましょうか。今日は5月13日ですが、昨日僕はですねライブをやってきましたよ。小樽でですね、神社がございまして、小樽稲荷神社かな、っていうところがあってですね、そこで開催されたテミヤ春歌ライブというですね、毎年やってらっしゃるイベントがあるんです。神社の前で歌うんですよ。これがまたですね、良くてですね、僕出るの3回目なんですけど、あの実はちょっと間が空きまして、あのコロナとかもねありましたからね、体のこととかちょっといろいろあってですね、実に6年ぶりに行ったんですね。ものすごい久しぶりで、でちょっと嬉しくてですね、いやみんな元気かなみたいな、知ってる方結構あの関係者の方いらっしゃいますし、出演の人もね知ってる人いる感じだったんで、あみんな元気かなと思って行ったら、皆さん本当に元気そうでですね、とてもなんかこう嬉しくなってですね。ほんで神社って好きなんですよね。僕あのツイッターでも書いたんですけど、ツイッターじゃない X か、 X とか SNS でね書いたんですけど、あの空気感もなんかその時点で気持ちいいし、で木が強いじゃないですか。ご神木とかねあったりするともうすごいですよね。もうなんか木がね生きてる、まあ木は生きてるんですけど、どこでもどこの木も生きてるんですけど、なんかね特別な感じに感じちゃうんですね、神社で見るとね。何かあるんだろうなっていうような感じ。そうで、すんごいでっかい切り株にまた新しい芽が生えてたりとかね、うわ強いなーなんつってね、そういうのを感じながら、で久しぶりにお会いする人たち、初めて見てくれる方とかね、すごい嬉しい、いい日を昨日は過ごさせていただきました。あ、音楽終わっちゃってね、まあ、もうちょっと喋りたいんですけどもね。で、あの母の日ということだったんですけど、あ、これ後で話そう、これ後で話そう、というわけで、本日もどうぞよろしくお願いいたしますということで、今日は雨の日ですけども、頑張って張り切ってやってまいりましょう。Oh,
聞いていただいておりましたね。爽やかでございますね、ちょっと天気もあれですから、音楽だけでも爽やかにというような気持ちもありますけど、辻彩乃さんですね、風になる聞いていただきました。はい、では次のコーナー、元気に声が、元気にやってみましょう。よいしょ、息が足る。というわけで弾き語るのコーナーでございます。このコーナーはですね、私黒田雄介がギターを弾いて歌いますよというゆるいコーナーでございますけれども、今日何をやるのかというところからまず言ってみましょう。今日はですね、離れ組さんのアーティスト名噛んじゃダメですよね、本当にね。ただでさえラジオだから噛んじゃダメだっつうのに、離れ組さんのですね、家族の風景という曲があるんですけれども、有名ですよ、これは有名ですよって、どこポジションで言ってるか分かんないですけど、結構ね有名なっていうか、なんていうか、 あれいいよねって皆さん結構知ってらっしゃる曲だと思うんですけどね、家族の家庭の風景を、ご自身の視点で書いたのかなという感じの曲なんです。すごいね、ほわんとするし、でどこか切ないような、でもやっぱりね、こう愛を感じるような歌だなと僕は思ってるんですけどね、すごく好きな曲なんですけど、今日これ何でやるかっつったらですね、昨日ね、先ほども話しました、テミヤ春歌ライブというライブでですね、僕これ歌ったんです。なんで歌ったかっつったら、母のまた噛んだわ、調子悪いな、母の日ですね、母の日だったんですよね、昨日だよな、俺間違ってたら、今更間違ってたら恥ずかしいな、大丈夫か、ちょっと待ってくださいよ、昨日の振り返り休憩で、昨日母の日で、よかったよかった、春の日じゃねえ、母の日だったんですけど、それで歌ったっていうのはあったんですけどね、でなんていうのかな、これね、昨日歌ってる時ね、お天気がですね、なんかこれ大丈夫かな、降るかな降らないかなみたいな微妙な天気だったんです、僕の時はね、で、何曲か歌ったんですけど、4、5曲5曲ぐらい歌ったのかな、で4曲目ぐらいにこの家族の風景っていうのをやったんですけれども、その時にですね、最後のうわーってこう盛り上がるじゃないけどね、大サビっていうんですか、大サビに向けてのところあたりからね、ザーって降り始めてですね、ザーどころじゃん、ザーまでいかないか、だからわーっとさーっとちょっと降り始めたようなね感じがありましてですね、でその曲が終わった時には止んだんですけども、通り雨みたいなね感じだったんですけどね、で畜生雨降っちまったかみたいな風に思ってたんですよ。なんですけど、終わった後にそこの神社の関係の方がですね、お話をしてくれてですね、でいやよかったですみたいなこととかね、すごい言ってくれて、すごい嬉しかったんですけど、すごく丁寧な方でね、でその方が言うにはですね、そこの小樽の稲荷神社っていうところは、稲荷というふうにお名前はついてるんですけれども、あれはこう奉納されたから飾っているということで稲荷神社というふうになってるらしいんですが、本当正しくは稲、作物の稲ですよ、稲の神様を祀ってる場所だっていうふうにおっしゃってまして、うわそうなんですかと、でだからそのお祭りがですね3日間あるんですって、その3日間の、どんだけこう天気予報で晴れでも1回は雨降るらしいんですよ、毎年毎年そうらしいんですよね。でそれは 雨って稲にねとっては、植物にとっては恵みの雨でございますよね、いいことだと、だからあれはね神様が喜んでるんですって言ってくれてですねなんかこう皆さんやっぱ雨降るといや雨降ったって言うんだけども、あれはねいいことなんですよって、あの曲多分神様喜んでたんですっていう風に言ってくれてですね、すごい前向きな気持ちになってですねありがとうございますっていう風に、小樽のねその稲荷神社の神様にこうお礼を言われたような、喜んでくれたのかなと思うとすごく嬉しくてですね、
今日もちょっとねもう一回やってみたいななんて思って、うん、そんな気持ちでちょっとやってみようかなと思います。ね、母の日、ね、母の日、皆さんどういう風に過ごしましたでしょうかね。僕は母はね同居してますんで、母とですねお寿司を食べてそして親戚のお家に行って、で行く前に実はソフトクリームを食べてたりして、そんで帰ってきて意外と遅くなってまたディナーというか焼肉を食べるというですねものすごく食べました。めちゃくちゃ体重が 1.5 キロぐらい増えました。そんなあれですけど、そんなあれですけどもまあ歌いましょう、ちょっとリバーブをほっちょっとかけまして、はい、よし。では、離れ組さんの曲ですね。声が出るか、いや出す。というわけで、家族の風景聞いてください。の風景という曲ですね、聴いていただきました。ちょっとね、まあ母の日ももう終わっちゃいましたけどもね、
そういうような気持ちも込めまして、ちょっと一日遅れで、やってみました。ちょっと喉がガラガラでしたけど大丈夫でしたでしょうか。というわけで、弾き語るのコーナーで、ございました。それでは次のコーナー元気にいってみましょう。こちらでございます。マスリーバースデーミュージシャン。はい、バウンスリービューシーで噛みまくり調子悪いな本当に、バウンスリーバースでミュージシャンのコーナーでございますけども、今月は今流れてるレニクラビッツさんを取り上げてますが、このコーナーはですね、まずその月生まれのミュージシャンを一人ピックアップいたしまして、伝説逸話曲などなどいろいろありますね。それを掘り下げて皆さんと一緒にこう情報を共有して勉強になっていければいいなというコーナーでございますけども、ねえ、レニー・クラビッツ、略してレニクラですよ。ねえ、ちょっと番組名と被ってるようなとこありますけど、これはちょっとわざとじゃないですよ。なんかね、まあ、それはいいんですけども。レニー・クラビッツ、本名がレオナード・アルバート・クラビッツというですね。なるほど。それでレオナードがレニーになってるんですね。なんかおしゃれだな、本当に。かっこいいな。で、1964年5月26日生まれの、もうな、73歳?本当?そうか、そんな年なの。なんかびっくりしちゃった。先週やったはずなのに今びっくりしちゃいました。そうか。そんで、まあそうですね、このレニクラさんですね、ちょっとなんか昔の何が好きだったかとかをね、ちょっと調べてみたんですけど、少年時代に好きだったミュージシャンっていうのが、ね、判明したんですが、判明ってね、僕の中でね、カーティス・メイフィールド、いやもうヤバいレジェンドですね。ジェームス・ブラウン、なるほどっすよね。ジョン・レノン、ここでジョン・レノン入ってくるんですね。で、レッド・ツェッペリン、あ、聞いてたんですね。うん、ロックだもんな。うん、リフとかね、やっぱあるんですね、これね。リフってあの、わかんねえわ。繰り返されるあの、印象的なフレーズってリフって言いますよね。それ、レッド・ツェッペリンってね、リフの宝庫なんですよ、本当に。参考にしてんじゃないかな。で、地味編、やっぱそうなんですね。地味編は入ってるよな、やっぱな。で、ジャクソン5、ああなるほど、なんかわかりますわ。うん、でなんかね、こう追ってみるとやっぱそれがミックスされてとか、もっとたくさん聞いてらっしゃると思いますけどね、もちろん。なんか代表的なものを見るとなるほどと思いますね。まあ分かったようなこと言ってますけど、そんなに分かってないかもしれないけど、でも感じますよ。うん、でね、またすごいのがマルチプレイヤーなんですって。もう何でもできると。もうレコーディングで全部の楽器を演奏したりとかね、するらしいですよ。ね、もう才能のとどまることを知らないのか。知らないんですね、もうすごいですね。スティービー・ワンダーとかもそうですよね。全部自分で弾いてね、録音したりとかし、ね、レコーディングっていうのもあったと思いますけどね。いや、すげえわ、本当に。ミュージシャン・オブ・ミュージシャンみたいな感じですね。で、そういう風に、全部の楽器を演奏してる曲ってのがあるんで、また代表的な曲ですよ。めちゃめちゃかっこいい。これを聴いていただきましょう。こちら、ロックンロール・ウィズ・デッド。You think you're on top of the world, but you know it's really your fault.
力抜けるわ、かっこよくて本当にかっこいいですね。始まり方やばいでしょ、でがもうかっこいいでしょ。聞いたこと、ね、ある方も多いと思いますけどね、本当これ僕昔から好きなんですけど、改めてやっぱかっこいいですね。これを全部の楽器を演奏してるってどういう人やねん。本当にもうすごすぎですわ。本当ね、こんなかっこいいウーエーは他にないんじゃないですかね。本当にいやいや素晴らしいでございます。というわけで、マンスリーバースデーミュージシャンのコーナー、今月はレニー・クラビッツさんをね取り上げております。来週もまたレニー・クラ取り上げていきますので、お楽しみということで、以上マンスリーバースデーミュージシャンのコーナーでございました。黒田祐介のレディオクロームレディクロでございますけれども、終わりの時間が近づいてまいりました。ちょっとですね、先にまずはこれは X のポストから紹介させていただきましょう。ありがとうございます。ラジオ妖怪ひろじいさんから、4ついただいております。ありがとうございます。本当にいつもたくさんありがとうございます。大体がね、こうなんていうかツッコミだったりね、いじりだったりするんですけども、今日はどうかなっていう、最初のが短3分もたんかい、やっぱりいじりですね。やっぱりいじっとるやないですか。ありがとうございます。小樽進出、はい、さすが腹黒、いじりじゃないですか。いじるな、もうひろじいさんはいじるな。んで、あ、次いいこと言ってくれてる。神社に歌を奉納して恵みの雨が戻ってくる、いいじゃん。あ、褒めてくれることもあるんですね、ひろじいさん、ありがとうございます。そうなんですね、ありがとうございます。いや本当にこれは良かったです、本当にね、あの雨は嬉しかったですよ。で最後に1個、リフ、わかんねえや、説明が雑。結局いじって終わってますね。結局いじっとるやないですか。ひろじいさんいつもありがとうございます。そして もう一つお便りいただいてます。メールの方をねいただいております。ルーカーさんからいただいてます。ルーカーさんもいつもいつもありがとうございます。ゆうすけくん、辻彩乃の曲は母さんがルーバンドで15年前からライブの1曲目に歌ってる曲です。そうでしたか、いい選曲ですな。いい曲ですもんね。エコフェス、白神堂、ビアフェスタなどいろいろな場所で歌ったさ。おー、そうなんですね。もちろん自分の番組でも。あ、そうでしたか。あ、そうなんだね。おー、あ、ものすごい大好きな曲だったんですね。かけてくれて嬉しかった、ありがとうというふうにいただいてます。いや、こちらこそありがとうございます。聞いていただいてるのも嬉しいですし。そうかそうか、いや流してよかった。母さんこれ今度なんかね、ハモったりギターとウクレレでやったりしたら面白いんじゃないですかこれね。いや、ルーカーさんありがとうございます。ヒロジーさんもありがとうございます。そしてここで告知いきますか。告知なんですけども、ですね、5月19日の日曜日、今週の日曜日でございますね、に多目的スペースジャンクションというところで、島松の寿町の 1-28-20 なんですけどもね、そこでですね、この FME 庭で、カネさんという方が番組をやってらっしゃいます。 FromE という番組がありまして、そこでそのライブ FromE ライブ Vol.5 というのがございます。こちらあの入場無料なんですよ、なんと。あんまあの投げ銭形式っていうね、よかったら、あ、聞いてみて、あ、いいなっつったらこうね、こう箱があってそこに投げ銭を入れていただくみたいな形なんですけど、出演者が僕とデュアルマーチさん、あのゆかりさんですよ、虹色水曜日のゆかりさんのユニットで、渡辺ベスタソシアルクラブさん、お久しぶりのねベスタさんって呼んでるんですけど、6時からになってますんでね、ぜひぜひお願いしたいでございます。というわけで今日はここまででございますけれども、この後1時からは塩谷カルさんのラジアス始まりますんで、まだ FME にはねこのままお付き合いいただければと思います。では本日のレディクロここまででございます。黒田祐介でした。また来週。